お元気ですか、牧師美でございます。今日はですね、焼きうどんでございます。今回はですね、ソースを使わないで、めんつゆでね、味付けした焼きうどんでございます。具はね、シンプルにね、鶏もも肉にね、水菜とね、玉ねぎだけでございます。で、ちょっとね、上にね、かつお節をね、乗っけてみました。で、右側の方はね、ちょっと見えなかったんですけどね、長ネギ入れたね、スープでございます。で、お酒の方はですね、今日もね、これでいきます。懐かしいね、白いのやつでございます。それでね、早速注いでいきたいと思います。今日はちょっとね、泡が多すぎましたけどね、こんな感じでね、よろしいでしょうか。でですね、コミュニティの方はちょっとね、都合があってちょっと載せられなかったんですけど、明日ね、うまくいったら、レトルトカレーのね、食動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でですね、今日から、今日ってね、深夜にね、深夜というかね、日曜日ですけどね、もしね、届いたらプロ野球カードをね、やっていきたいと思いますので、もしね、出しましたら、こちらもぜひ興味のある方は見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。